なんとな。110しか出ない。じゃあカメラ映します。はい。はい、メイン画面映します。はい。はい、これ。あ、来た来た。で、左が効果音のリストになってます。はーい。あ、明けましておめでとうございます。よろずやす。どうもどうも。あ、上にもあるんです。今あ、上にも送ってます。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。上から下からどうもどうも。ヤッホーヤッホーイエーイヤッホー。今年もよろしくお願いします。よろずやでございます。どうもどうも。どうも。今日何日だっけ。今日は7日あ、9日。9日なのか。成人の日。どうも、白でございます。皆様、明けましておめでとうございます。明けちゃったね。2012年だよ。うわ、もうなんか力入らねえな、喋りに。今日はね、腹声禁止。腹声禁止令がね。テンション低いんすよ。なんでですか？あのですね、女の子にはいろいろあるの。そう。おい、ごら、乙女の日なの。嘘こけ。あとで説明してくださいねって。あの、そう、辰年、うさぎ年じゃなくなっちゃったよ。あ、来た台本。うん、来た、ありがとう。僕は台本を忘れました。キモいのが、あ、キモいのが、あ、私のことじゃないや、ピンク色の人ですよね。え、嘘。ねえ。耳ついてる方でしょ。そうですよ。あ、座長、座長、あの、なんかコスプレしろってまた言われたんで、神から。なんで、あの、うさぎジャケットを着てみました。ちゃんと尻尾があるんですよ、これ。そう、あの尻尾ね、卵みたいでね、飛びたいんですよ。見える？あ、見えてる見えてる。卵みたい。うさぎジャケットでーす。昔から、ほら、シロさんの隣にキモいものがいました。ほら、私じゃない。ああ、ね。ね、そうですよね。まあ、大体書き込んでる人は分かったような気がするんだけど、ね。触るな、危険だよ。うん。どうも。うさぎですよ。あの、うさぎ年終わっても小林はもうずっとうさぎでいきたいと思いますよ。うさぎ大好きっ子ですからね。すいません、これはね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだよそれ。イエイイエイ。今回はいろいろな趣向を凝らしましてですね、まあ頑張んないといけないわけですよね。尻尾、うん、寝たら壺に。あ、あの、寝るときはこれ来ませんよ。来たら大変なことになっちゃう。尻尾取れちゃうからね。あ、取れちゃうね。取れちゃう取れちゃう。あの、ベストも持ってるんですけど。ベストにも尻尾ついてる。ベストにも尻尾ついてるんだけど、それはね、うん、あの、あまりに脆くてね、取れそうになっちゃう。明けおめ、明けましておめでとうだな。だから直さないとと思ってんだよね。うん、うん、そうそう。だからこれは結構普通に来たり来なかったりしますね。何、あれ、こんなやつプーギーだよ、プーギー。なんか、あ、いろいろ服着替えられるんだよ、プーギー。そうか、映るかな、映るか、あ、映ってる映ってる。それ何の、何着てんの。これはセカンドの、セカンド G のマフモフベストかな。へえ、うん、自分がモフモフなくせに。いや、豚だからそんなにモフモフじゃないよ。ツルツルか。うん、うん、豚さんって綺麗好きなんだよね。うさぎも綺麗好きだよ。ずっと舐めてるよ。うさぎさんはさ、なんかそんなにこう、なんていうの、ないじゃん。何が汚いとかそういうイメージないけどさ、うん、豚さんはさ、うん、世間一般のイメージだとさ、うん、結構こう、ブーブー言ってるしさ。ブーブー言ってる。そうそうそう。ひどい、ひどい、ブーブー言ってたら汚いのかよ。違う、イメージ的にね、結構そういうのがあるけど。うさぎさんもブーブー言うけど。でも、綺麗好きなんですよ。てか鼻息で喋るというか、ブっていう、ブーブーブーメーメーメーミャー、なんかなんだろう、ミャー。このピンク男の子。ピンク、お前だよ。あ、俺、あ、私。
今日、今日は女子会ですから男の子はね、いらっしゃらないはず、いらっしゃらないはずよね、いらっしゃらないはずですけど ねよくわかんない。まさかこの中にね、女装がいるとかそういうのはないと思います。まあ、ワイな人が一人、ワイな人はいないわよね、ワイな人がいます。ほんとちょっと今から探り探りとかないともう全然覚えてないの、いろいろと。本当よ ねもうなんか生み出したのは覚えてんだけどね、すごいよ、全然覚えてないよね。今年もね頑張っていきたいと思いますよ、はい、一発目、厄介者ですよ。どうやって触っていいのか分かんないです。もうそう、女子じゃない人がいるとか本当ない、ないわ、ないわ。ため息かよ自分でもどうしたらいいか分からないよね。アルファ本部って2丁目でしたっけ、5丁目でしたっけ、ここ。5丁目です。あ、5丁目です。5丁目です。よいしょ、うん、よし頑張るぞ。今普通にあくびしちゃったねお言葉が乱れていてよ。あ、失礼いたしました。新年の抱負ね、抱負、新年の抱負、抱負ね。たださ、あの昨年の終わり、このラジオ終わり、最後の一言がおっぱいってどうなんですか去年はおっぱい年だったからさ。おっぱい年だった。今年は、今年はね、ちょっとおっぱいから卒業しようかなって思ってるんで、ね、お、うん、はい、遅かったですね、父から卒業するのが、やっと父離れでもまあ大きいのは好きなんだけど、うん、やっぱそうしたら釘付けになっちゃうけど、うん、でもなるべくこうおっぱいばっかり目に行くんじゃなくて、うん、できればこうなん、ね、腰のラインとか、あ、うん、くびれね、そう、くびれのラインとかね、うん、ああいうとこにもいいわよね。キープするの大変だね。そう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 、本当にね、もうあのラインをね、こうね、こう撫で回してみたいわよね、うん、こうやってやりたい感じよね、こう、こう なんていうのかしら、こうこうよね。こうよね。こう、こういう、こういう、こういうラインをこう。ひょうたんみたいな、ね。そう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 、やりたいわよね。くるぶし？くるぶしとか。あ、くるぶしのライン？おっぱい、おっぱい。くるぶし。くるぶし。あ、足首きれいな人はいいですよね。昔の漫画って足首がないよね。女の人とかさ、こう足がヒューってやって、足がああるね、ある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 、うん、あ、そうね、足首ないね、うん、あれを現実世界で一回見てみたい。ちっぱいとおっぱいはどっちが好きなんですか。どっちですか。おっぱい、まあね、ね、おっぱい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 、更新荒ぶっている荒ぶってますね、荒ぶってる、ね、荒ぶじゃないですよ、腰は下荒ぶる公式。あの、ちょっと誤解を招きそうだ。まさか下じゃあ全く違うことにします。ちっぱい、ちっぱい派、ちっぱい派。あ、ちっぱいもでもいいですよ、うん、いいんですけど、うん、いいんですけど、うん、やっぱね、こうなんだろうな、うん、あのおっぱいのあの大きい人の隠しきれないライン、あ、こう服を着てても出ちゃうライン、ね、そう、出ちゃうラインね。で、そういう人が大体もう胸、ね、大きいのなんかやだみたいなこと言うんだけど、こっちからしてみれば死ねって思うわよ、ね、って思う感じなんだよ ね私本当にちっぱいだったのを寄せてあげてなんとかした人間なので、その気持ちよくわかる。え、ちっぱい、おっぱい、うん、でももうそれでおっぱいになったんならいいんですよ。でも別に肩凝るとか文句言わない、ね、お前しょうがねえだろA も何もねえだろ。カップとか A ぐらいよね、カップとか。残念だわ、これ基本設定だったからそうね、そう、そんな設定だったね、何をそのピンクに白の股間のたくましいもん見せつけてやる何言ってるのかしら本当何に下品なのかよくわからないですここには女性しかいらっしゃらないのよ。いらっしゃらないって自分たちのこと本当に何考えてる。あ、もう、あの、小林はいつでも行けます3時結構超えますものね。もうね、うん、
やだわ。半分くれって話？本当。腰回りの肉だったらいくらでもあげる。じゃあ、10分から返します。はい。はい。あと2分だよ。あと2分で始まるよ。45秒、46秒、47秒、48秒、49秒、50秒。これ合ってんのかな？こっちが合ってんじゃないかな。さあ、今年も頑張っていきましょう。頑張ろう。まあ、まあでも私2月公演終わらないと新年が明けた感じがしないんだけど、どうしよう。まあ。発生って、ね。あれ？ネモはね、ネモはあれです。今、打ち合わせに行ってます。行ってくれてます。最近いらっしゃらない。どうも、座長でーすよ。なんか今回も、神、ね。あ、そう、神はね、ご無沙汰なんですよ。そう、ご無沙汰なんです。座長の姿がいつもと違うのは今回もコスプレしろって言われたからですね。見たい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、このピンクの素敵なお嬢さんも神にコスプレしろって言われたからです。着物は来週から来ますよ。次回から来ますよ。またね。今日でも着物の人いっぱいいましたね。そう、今日は ね、あの成人式ですかね。成人になった方おめでとうございます。ダダダダダマーす。なって久しいので、もうなんかペチ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 。成人式はどんな感じだった？成人式その後飲み会だったんですよ。そうなんですよ。そっち着物じゃないバージョンです。わざわざ脱いで行ったね、うん、あ、昼間見られなくなった。 あ、久々な人、ありがとうございます。あ、今日祝日だからね。そうだ。ああ、平日。そうだ。見れない方。見れない方、ぜひぜひ。わーい、お久しぶりでーす。ありがとうございます。お久しぶりでーす、本当に。鼻で笑うんだよ。ああ、そうですね。ああ、でも、私、だから、袖の長いの着たら成人式の人と間違われるかもしれないですけど。はい、音楽流しまーす。はい。女性お願いします。はい。ドゥンドゥンドゥン。ベロベロ。オッケーですか？はい。はい、オッケー。そうですよね。ついでいつも絡んでて久々な人ってですよね、みたいな。ツイッターでいつも絡んでくれてて、お昼来るの久々な方って。ああ。どうもどうも。あのお方ですね。イエスイエス。私にあれ福という字を教えてくれた方ですか？メアリーに違うかな。ま、はい、いいか。それでは収録開始しますか？はい、はい、お願いします。準備 OK ですか？今年もよろしくね。大丈夫です。大丈夫です。お願いします。はい、お願いします。タイトルの男声出てた。よろずやラジオ視点。ウィーヨーウィーヨーウィーヨー。2011年が去っていきます。ウィーヨーウィーヨーウィーヨー。はぁ、あれは2012年。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくにゃん。よろずやす、どうも、あけおめ、小林彩乃です。おっぱい。よろずやす、どうも、二度目ですが、明けましておめでとうございます。シロです。おっぱい。イェーイ。改めまして、明けまして、おめでとうございまーす。2012年でございますけども。何？いきなり。2012年でございますけども。2012ですね。そう、はい。一発目でございます。おっぱい。おっぱい、おっぱい。おっぱい、おっぱい。皆さんいかがお過ごしでございましょうか？お過ごしですか？おっぱい、はい、おっぱい、おっぱい。もう今日はおっぱい、おっぱい、おっぱいでいきましょう。おっぱい会でいきましょうね、はい、おっぱいでいきましょうね、はい、はい、おっぱい会で、はい。あれでも今年おっぱい卒業するって言ってたんですよ、ね、いやもういいですよ。もういいです。もう全言撤回で。もう10分とか経たないうちにもう、はい、9日にして全言撤回で、はい、もういいです。そうですか、もういいですね。大丈夫です、はい、もういいんですね。おっぱいとして。わかりました。はい。で、あのシロさんの隣の人何なんですか？あー、なんかね、いらっしゃいますね。なんか高齢化狙ってやがるんですか、君は？そうなんですか。どうぞ、じゃあ自己紹介を。じゃあ、はい、新年一発目のゲストさん、どうぞ。明けましておめでとうございます、
よろずや座員の近藤です。昨年の新年スペシャル覚えてますか？おっぱい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 がない彼女が来てくれました。私メアリー A カップの女の子。キモおいこれなんだろう、自衛持つって感じですね。残念なことにですね、メアリーをちょっと忘れているらしいですね。メアリー忘れてるらしいですね。メアリーをこのラジオ内で復活させるっていうのが今日の目標。そうだね、あ今日の目標それだ、うん、そう、あそっか。じゃあね、うん、こんな近藤局長を交えてですね、うん、今回はねお正月スペシャルということでですね、私も着物じゃないですし、はい、いつもとちょっと違った仕様でお送りいたします、はい、それでは本編いってみよう。よろずやラジオ視点開幕でーす。ありがとうございます。よーい。よよよよよよ。そうです。メアリーは A カップです。A カップの女の子ですね。A カップの女の子。はチッパイだ、チッパイ。チッパイの女の子です。チッパイ。はい。じゃあですね、次のコーナーのあれですよね。あ、準備しないと、ね。準備しないといけないです。ちょっと、あ、これは大丈夫、こっちやって。私は大丈夫です。大丈夫ですね。はい、これなんか効果音すげえ大変だよ、これね。これ、昨日。作ったんだよ、みんなで。テフテフさんが。稽古場で作ったんです。あ、昨日懸命手作りよ、うん、みんなで作った手作りよ。メアリーこんな感じじゃなかったと思う。うん、全然違ったと思う、うん、どんな感じだった。あれサイコロ入れてくれた。昨日話してて、はい、自分でメアリーやっておきながら、あの双子の姉がいるっていうことを昨日人から聞いて思い出しました。そうですね、な、私も忘れてましたね。ね、うん、ね、アメリア。そうね、メアリーなんかこんなキャラでもなかったような気がするんだけど、なんか違うんだよな、ね、なんか違う。何なの？これし、ご飯、ご飯じゃないや。ご飯？ご飯じゃない。ご飯？大丈夫。お腹空いてるの？違う。あー、はい。じゃあ大丈夫ですね。カメラ少しだけ下に向けます。はい。じゃあみんなスタートにこう乗せておくんだね。メアリー。そうそうそう。私のコマはうちのゴマタでーす。もっとおしとやかな女の子でしたよ。確かって出てる。おしとやかか。おしとやか、どんなんだったっけね。どんなんだっけ、裏はね。いや、おしとやかではなかった気がする。なんか意外と大胆な女の子だったよね。いい、うん、はい、はいよ。あ、でも A カップのことを気にして確かに消極的な女の子ではあった。でもなんかだんだんね喋ってると、うん、なんか、ね、まあね、まあ悪ノリだからね、うん、悪ノリ。そうそうそう、悪ノリで生まれたキャラ。この方じゃないかな、昼間見れなくなった方。あ、そうなの。名前出したらあれかなと、新しいお仕事になったからなんかね。何ですかこれ。これは見ての通りスゴロクです。スゴロクだよ、スゴロクだよ。じゃあ行ってみようかな。あ、じゃあ一個ずつそれあった方がいいのかな。あ、ね、コロサイ、コロサイ、サイコロ。あ、これはあれですか、お昼の番組のあれ的な歌を歌わない方がいいですか。そうですね、でしたら歌わないでください。はい、わかりました。あ、真ん中は逆に見えない。よし、私これ頑張って弾いていけばいいよね。せっかく、はい、じゃあ大変だね。あ、この19番だけ違うでしょ。うん、私が個人的に入れた。ね、あるんで。まあ。ね。薬師丸ひろ子さんの曲なんですか。え、薬師丸ひろ子さんの曲？何が？何が？某著作権のある曲。某著作権のある曲。その。あ、俺が言ってた。お昼の番組的な。の番組。いや、違う。ね、みんな大好き。ウキウキウォッチングの後の。うん、あ、うん、私もそれだと思ってた。いい。はい、それじゃあ、はい、じゃあ行ってみます。はい、はい、途中でみんな切るから忘れないでね。はい、時間が、あ、それ2人見てるから時間私が出した方がいいね、多分ね。いや、別に見てない。いや、うん、あ、大丈夫、あんま見てない。だってストップ落ちてない。俺説明ないもん。はい、大丈夫です、お願いします。おとなしく聞いてよ。交換チェック大丈夫ですか。あ、
効果音使うかな。は使わないの。多分使わないで大丈夫じゃないかな。わかんない。それの中にもよるからね。うん。いや、多分、ブーブーしかない。はい、お願いします。お願いします。いやらしいところに。最悪だ。もう、スケベ、このサイコロ。やだ。じゃあ、行きましょうかね。すっちゃんって呼ぶわよ。二人の喋りが気持ち悪いです。ひどい人もいたもんよね。本当よね。本当よメアリー。どっから出てきたんだろうメアリーって。お前だよ。お前だよ。はい、お待たせしました。はい、お願いします。お正月だよ。スペシャルスゴロク。はい、こんな感じで粛々と始めさせていただきます、まあ、お正月っぽい音楽になっております。今回はですね、お正月スペシャルということでですね、はいはい、いつものペテンと白ペのコーナーはお休みをいただきまして、やったね、今回はやったね、いえ、なんでもなんでもございません、ね、はい、今回はお正月らしく、はい、スゴロクで私たち3人が対決いたします、はい、もちろんただのスゴロクではございません、まあ、はいはい、各マスにですね番号が書いてあります、はい、ちょっとあの動画見てる方は見れるかどうかちょっとわからないんですけども、はい、同じ番号のカードが用意されているんですね、そちらに、はい、でそのカードに大小さまざまな罰ゲームの内容が書いてあるそうです。なんだって。でなんだって。そのマスに止まった人はカードに書いてあることを実行します。うわー大変だ。最悪ですよ、ね、はい、というわけでねどんどん行ってみたいと思いますよ。あの1個だけ僕が昨日個人的な罰ゲームを仕込んどいたんで19番、はい、19番楽しみにしといてください。止まりたくないですね、絶対嫌ですね、はい、それでは覚悟を決めてスタート、はい、誰からいきますか。じゃんけん、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこで、みんなチョキで、あいこで、あいこで、グー、あ、負けた。勝った。パーだ。パーで勝ちました。じゃあ行きます。最初はグー。じゃんけんチョキ。あいこでパー。あいこでパー。あー勝った。勝ったということは、白さん。白が1番ですね。白が1番。はい。で、メアリーが2番ね。小林が最後です。はい。じゃあ、行きます。行きます。行きます。はい。てってて。あ、1。もう早速なんかこの1番読み上げさせていただきます。1番のカード、はい、え、わさびたっぷりのものを食べなさい。やーだーやーだーやだ。ドンタコス買ってこいって言われた、忘れちゃった、わさびは持ってきたよ。いつもそういう系だ私。え、何食べる感じ、これ後でまとめて食う感じじゃなくて今食うの。今食べるみたいだね。なるほどね。こういうのを先に言っとかないと準備というものをね、そう、準備というものがね、してませんから、ちょっと間をつなごうか。はい。あ、じゃあ、はい、あの、ね、うわ、はい、わさびを何に。ごめん、あの神ごめんなさい、ドンタコスなかったんで、あのアロエヨーグルト持ってきましたんで、アロエヨーグルトとわさびを食べていただこうというね。これ全部食べるんですか。いや、全部食べたらなんか物がなくなった。じゃあ一口で。一口。はい、わかりました。二口ぐらい。私、はい、わさび、わさびからしとすごく苦手なんですよ。アロエヨーグルトで、ね、ドンタコスって書いてあるんですけど、わさびってですね、ツーンとくるじゃないですか、うん、もうそれがもうダメでね。これもうそこに入れた時点で次、しかもなんか多いし。はい、あのちょっと座長、これ巻きでいかないと終わんねえよ、はい、これこのペース終わんねえよ、はい、食べてください、はい、せーの、じゃあ俺もいきます、振っちゃうね、はい、いきます、214番、あー無視してどんどんいきます。おいしくいや俺まだ罰ゲームあるからちょっと、はい、14、はい、収録中アイテム4を装着。アイテム 4? アイテム4ね、ちょっと待ってね、つのさん、これは先にアイテム5って書いてある、先に言っていただかないと、どれが4、あの段取りとして進まないんですよ。アイテム4、はい、アイテム4、あん
なんだろうこれは。なんだろうこれ。どうしたらいいんだろう。はい、私も行きます。ちょんまげゴーグルです。1! 私もそれ。はい、どうぞ。私も1なんで、アロエわさびヨーグルト食べます。これ、終わるんですかね、なんか。一人がね、ゴールすればいいんだって。じゃあ、行きます、私。はい。2。もう全然進まない。1、2。うわー、もう。2番です。2番？はい。2番。白2番を引き当てました。4が出るまで進めません。なんすかえ地味。4が出るまで進めません。うわじゃあ、行きます。私、あんまりわさびが。6。お、一気に進むよ。1、入ってた。3、4、5、6。一回休み？わさび一回休み。次の番まで、会話の語尾に、YO! をつけろ。あ、簡単。何それ。ごめん、でも私、このわさびアロエヨーグルト、別に大丈夫だ。えねえ、早く振ってよ。2、1、2、あれ、私、シロさんと同じ道たどってんだけど。私のこと愛してるんだって。みんな聞いて。4が出るまで。私、チャンスよ。じゃあ、行きます。はい。シロ振ります。シロ振ってください。4が出るまで。4が出るまで。あ、5。ダメでーす。すめません。行きまーす。はい。6。え、なにこれ、局長の一人舞台じゃん。8番。なんだこれ、8番ね。局長のただの一人舞台なんですけど、どうしたらいいですか？収録中、アイテム1を装着。アイテム1。アイテム多いな。すいません。アイテム1って、アイテム1。できないじゃないですか、これ。スリームのお面が出てきました。これは今、ちょんまげサングラスをつけてるんですけど、その上からってことでいいんですかね。しかも収録中だもんね。そして私、メアリーの格好をしてます。喋れればいいけどね。はい、じゃあ、シロさん、お願いします。私か。うん。はい、最後まで被れないです。私も5だ私と同じ道をたどっています。いやだ、気持ち悪い。はい。1、ダメです。私たち進めません。はい、すいません、視界がないです。はい。5です。5です。1、2、3、4、5。10番ですね。はい、引きます、はい。10番。またアイテムですか？はい、アイテムです。10番って言ってて、収録中、ずっと語尾は、うほ。うほ。私、A カップの女の子、うほ。うわぁ、やだ。なんか、やだ。本当に寒気がする感じ。っていう感じですね。私、メアリーよ。うほ。シロさん。はい。私、早くサイコロを振りなさい。あ、私ですよ。1。ダメでした。どんだけ私の後ついてきてるんですかね、座長。いきます。気持ち悪い。もうあとちょっとだったね。あ、はい。まだ進めないです。独壇場だな。はい。俺、うほ。1。一回休み、自分の番が来るまで使った。逆方向に進んだ。逆か。あ、こっちか。サイコロカードを、サイコロカードを1枚だけ引いて、出た目だけ戻る。なんだろう、サイコロカードっていうのは。サイコロっていいのかな。サイコロでいいですか。じゃあサイコロでいい。サイコロでいいです。じゃあもう。変わらないです。4。1、2、3、4。モノマネをしよう。はい、モノマネ。モノマネ。どうぞ。モノマネ？モノマネ？はい。いくよ。3、2、1、はい。もっと熱くなるよ修造。じゃあ、はい、次のコーナーにまたぐよ。CM ドーン。はい、OK。7分。20。これ大丈夫ですか？アルファさん的に。まあ、うん、ほら、ごねてる。まあ、やり続けましょうか。食べ物結構これ美味しいかもしれない。別にすごいまずいわけじゃないです。え、俺あんなにお物持ってきたのに？だってまだわさびしか出てないの。あ、そっか。俺いっぱい今日シロさんのためにまずいものをいっぱい持ってきたんです。うほ？いやです。もう、引き当て、まず、ここ、私、4の地獄から抜け出さないといけないんで。うん、私も。俺、すんなり勝っちゃう気がする。ねえ。うほ？はい、それじゃあ、続けていきます。はい、行きましょう。視界がない、うほ？はい、行きますよ。はい。3、2、1。スペシャルスゴロク、後編。イェイイェイ。行くぞ。はい。あ、いつもの音楽がね、流れましたね。これ喋ってよかったのかな、はい、ここ。え？ここ、ここで。あ、大丈夫。大丈夫ですか、はい、じゃあ、どんどん続き行ってみましょう。はい。私か。行くぞ。4! 3! うちらはね、全然ダメ。うちらは4の地獄から抜け出さないといけないんで。あれパソコンが来た。あ、やった !4 来た！あ、来た !4 来たってことは、4進んでいいの？進んでいいのよ。じゃあ、6番。6番。6番のカード。白先に進みました。やった！収録中アイテム2を装着。アイテム2ってどれだ？もうアイテム系もいいよね。
もうはい、何ですかこれ。は、犬の鼻。あ、いい、これかわいい、これ。あれ、あ、できた。これかわいい。シロさん、見せてあげないと。ちょっと、おかしくないですか、私とのこのアイテムの差。うほ、よくわかんないです。はい、いきまーす。うほーん。何番 ?3。3番。1、2、3。10です。お願いします。うほ。あれ ?10。10。10、もう出た ?10、もう出た。さっきやったやつじゃない。意外と。これですか、このマスクですか。意外とこの声、腰に響くわ。じゃあ私、もうやめてください、腰に響くの。2です。進めません。いきますよ、はい、私進みましたんで、はい、局長に追いつけるように頑張ります。頑張って追いついて。 6!1、2、3、4、5、6、 9番です。9番、白9番です。9番ありました。はい、平板5コマ戻る。何のために私今6進んだんだ。1、2、3、4、5。はい、一発ギャグを しよう。一発ギャグ。5、4、3、2、1。うほ。それ何？わかんない。局長の番です。1進む。サイコロカードを引いて出た目だけ1戻る。さっきも踏んだ気がする。4、1、2、3、4。あれ、モノマネをしよう。一緒じゃない？じゃあもう一回モノマネ。モノマネ。3、2、1。私振ってます。呼んだ。母さん、息子がやっと帰ってきたよ。また似てないですね。はい、私4つ進んだ。シロさんと一緒だよ。あれ、座長は私の後をついていきたいみたいよ。つまり、そうだよね、3、4、ここだよね。私一発ギャグ。うん、一発ギャグ、一発ギャグ、一発ギャグ。いきます。3、2、1、9。あれ、一発ギャグ。ああ、空気読めない人って嫌い。3。なんかどっかで考えときます。3、1、2、3、17番。3、17番。はい、私あった。白17番を引きました。今日もあるよ、残念ドリンク。うーわ、もうなんでこんなのばっかり引いちゃうんだろう。これはお話コーナーに持ってこうか、残念ドリンク。あ、そうですね。じゃあ後で俺が作ります。はい、はい、残念ドリンク。せい、せい。5番。1、2、3、4。あ、やっと先進んだね。11番だ。うほ、うほ、うほ。メアリーやってないね。定番3コマ戻る。1、2、3。全然進んでない。1回休み、自分の番が来るまでスクワット。これラジオで伝わんねえじゃん。頑張って。おい、頑張って。私行きます。えい、はい、6。あれ、局長は現在スクワット中です。13。私13。13。はぁ、これ鼻苦しい。小島よしおのモノマネ。はい、いきます。3、2、1、9。そんなの関係ねえ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいきます。白いきます。9、4番。10、1、2、3、4、8。9番です。12、8番ってどれ。13、もう出たんじゃない。14、8番。15、16。あった。8番。1を装着だから。あ、じゃあもういい。局長がつけてます。はい、じゃあ局長が。3、3、3、3、1、2、3、11。あれ、あ、あ、なんだ、なんか戻るじゃなかったっけ。3個も戻るじゃん。自分の番が自分の番が追い上げろ、追い上げろ。いきます、小林。はい、21、6、20。座長の引きが1、2、3、4、5、6。10番、はい、あれ10番ってなかった、さっき誰か。これです。え、26。あ、じゃあ21、はい、じゃあ白いきます。28、2、29。私少ないです、ね、30。モノマネをしよう。これは私の唯一のモノマネを。あ、やった。シロさんのモノマネいきます。はい、どうぞ。お前ら、あれ、あんま似てない。もう仲間ゆきえさんですね。お前、はい、どうぞ。お前ら40。よし、お前ら1。お前ら10。もうついてる、ついてるね。はい、じゃあ次私。え、10番ってこれだっけ。10。お前ら10番はね、
10番出てる。ちなみに仲間由紀恵さんはこれしかできません。10番唯一お前らだけ。10番はね、ちょっと待ってね、お前らだけできます。10番、はい、10番、あ、語尾がずっとウホだから。あ、ウホ忘れてた。ウホいくよ。座長もウホだよ。4ウホ4、あ、そうか、ウホ4だ。ウホ1、2、3、4。あれ、なんか座長泳いだぞ。5番いきます。あれ、俺いつの間に抜かれてる。ウホ収録中アイテム3を装着だ。ウホ、じゃあ私先やってます。2。あー、これやばい。あっと、これはさすがにちょっと腰が悪いんで、じゃあなんかスペシャルドリンク大盛りにします。あ、わかりました、はい。いきまーす。何だったんですか。スクワットだったんですけど、ぎっくり腰なんで。はい、あのあー、いや、なんかね、あの小林収録中1、2、3、11って確かサイコロ振って戻るんだっけ。戻るんだよね。はい、え、私これつけろって言われた。1サイコロ、え、違うな、11番なんだっけ。11番、定番3コマ戻る。局長はこの、あ、スクワット。局長はこの魔のスパイラルから抜け出せません。いきます。41、42。え、座長がやばい、ゴールしちゃう。46、18、40、40、40。誰か数えて。さようなら振り出し。クソが。さようなら。じゃあ私が50、51、10番。うわ、ウホです。ウホです。じゃあウホです。みんなウホだ。ウホみんなウホだ。ウホ、ウホ忘れてる。ウホ早くやってください。ウホ誰かゴールしないとこれ終わらない。ウホ1、2、3、1、2、3。はい、スクワット。局長はこの魔のスパイラルから全く投げ出せません。小林フルウホ。あれ63。これなんかくっついてボンっていっちゃったんだけど、どっちがどっちなのか。どっちで、あ、じゃあ足せば読んでいいよ。じゃあ読んで。1、2、3、4。バスガス爆発大爆発を3回噛まずに言えたら3個進む。せーの、バスガス爆発大爆発バスガスガス。アウト。はい、ダメ。はい、白いきます。4、1、2、3、4、5番。もう出たぞ。出たっぽいぞ。あ、さっきなんかつけるってやつ。うん、多分 5番。この BG が変わったってこと。5番収録中アイテム3を装着。もうみんなつけてるから。はい、大丈夫です。はい、もうこれさ、はい、じゃあ言ってください。1、ウホウホ。あ、ウホ忘れてた。めくらなくても分かる。ウホ。私いきます。はい、2。局長はこの魔のスパイラルから抜け出すことができるのでしょうか。6ってどれなんで。6ってどれなんだ。ウホ。もう分かんない。ウホ。6アイテム2を装着。みんなつけてるんで、もうあれじゃないですか、はい、ここもうやんなくていいんじゃない。もう過ぎたとこもういいじゃないですかね。はい、あ、2です。2です。1回休み、次の晩までの会話は猫語。あんにゃん、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 1、2、3、4、5、1回休み、あんにゃん、あ、ここ、こっち、こっち、わからない。じゃあ16、うほ、16、うほ、あんにゃん、うほ、16、あれ16、あんにゃん、お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 、世界中のみんなへ愛を叫べ、アイドル風。メアリーで行こうか。うん、はい。私、メアリー、みんな、愛してるよー。一発ギャグをしよう。3、2、1、9。気合だー。あ、やった。何？ゴール？1、2、3、4、5、6。ゴール終わった。え、スゴロクってぴったりじゃないとゴールできないんじゃないかな。やだ、もう、もういい。あらら、ティティからのお年玉もらえるそうです。じゃあ次の、せっかく終わったんで次のコーナーに行きます。ドーン、白の勝ちでした。10分。すいません、長いですか、これ痛い。もうゴールだよ。俺もう疲れたよ、ね。俺何回スクワットしてんの。アイテム5を開封してね、だって。アイテム5。あ、じゃあその間に俺がスペシャルドリンク作るわ。やったー、シロ
あれお年玉いただきました。あれスペシャルドリンクってどうやって作ればいい？これもうあれですか、トップ的なものある？開けちゃっていいんですか？あ、ちなみに僕が書いた19番を1位のシロさんにちょっと読んでもらいたいなって思うんですけど、コーナー開けたらね、はい、あのスペシャルドリンクいっぱいあるんですけど、あの何で、あ、なんか一直容器的なものはないですかね？じゃあアロエヨーグルトのところに入れようか。あ、もう最悪ですね。あ、すいません。あ、ちょっとこれ、これすごい疲れた。開けて、はいはい、あ、開いた。じゃあ俺が作るね。うん、じゃあこれちょっと結構食べちゃった。じゃあ俺の持ってきたもんいっぱい入れるね。まず役者声が大事っていうのを聞いて、なんかオリーブオイルが喉に優しいらしいからオリーブオイル入れます。まあまだここまではねいいですよ ね、はい、でやっぱりちょっとシロさん最近疲れてるなって思うんで、はい、お酢、バルサミコ酢、バルカミコ酢、あ、言えなかった、言えてない全然。あのですね、はい、これね、これを言って、酢はすごく嫌いなんですよ。あ、くそ、粉開けてからに行きましょうね、はい。バルサミコ酢が、で、ちょっとかわいそうだからシナモンを、はあ、うわ来た、これもう嫌いなもん第2で大嫌いシロさんが来た、はい、僕といえば何ですか、罰ゲームで。え、カッコン糖あるけど忘れてたんですか、だしの素です。うわ草、もうシナモン草、最悪だもん、とも出し物と入ります。小林はひたすら今後片付けをしております。もうやだ、なんか使い切んないともったいないからね、使い切んないともったいない、だからそれ全部入れるとねしょっぱい。で、あといろいろカッコン糖、これちょっと怖いんで胃の調節ということでカッコン糖を入れましょうか。液キャベの方がいい？胃は液キャベだよ。いいです、カッコン糖は風邪だよ。風邪ひかれても困るし、もう、あ、いや、いい、いい、え、全部入れて、これなんだろう、黒蜜、黒蜜か、甘いもの好き？シロさん、うん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 、それさ、あー臭い、誰が食べる、それ誰が食べんの、もう最悪、誰が食べんの、え、私じゃのことくシロさんだよ、シロさんが食べるの？え、だってさっきなんか引いたもんね、スペシャルドリンクを。あ、そうか、スペシャルドリンクか、そう、スペシャルドリンクを作ってんので、ドリンクじゃねえのにだ。固形物と粉どっちがいい？いや、もう嫌だ、もうこれでいいです。固形物と粉どっちがいい？じゃあ粉、あ、固形物、ひどい、黒ニンニクやだ、粉粉粉粉、10分と17分、まずい、もう一杯でおなじみ、じゃあ まだそっちでいい。はあ、え、全部？だって栄養あるよ、青汁って。どんだけ白を痛めつければ気が済むんですか。最近俺罰ゲームぬるいなって思ってたんすよね、みんな。罰ゲームぬるくないっすか、あれ1個に1個混ぜても大してまずくなんねえって。だから、そうですね、ファミレスで全部のドリンクを混ぜるぐらいの勢いでやっていただかないと罰ゲームとは呼べない。はい、ただ注意していただきたいのが、はい、ホットコーヒーにファミレスでコーラを混ぜると、なんかよくわかんないけど大変なことになります。へー、ちょびっと入った時点でなんか炭酸が一気に抜けるんだろうね、カップからブワーって溢れる。そしてクソまず、なんでそれやったの。あ、バルサミコ酢臭い。じゃあ、はい、あ、だ、準備大丈夫です。あ、ひどい、色がひどい、ちょっと久しぶりにこういうの見た、ちょっとひどいんですけど、これ、はい、罰ゲームって臭い、罰を与えるゲームなんです。はいね、まずピンクちゃんが味見だよねって、はい、あー分かってないな、これシロさんが残した分を次回予告の欄で俺が一気飲みするんです。それもなんか恒例にする、それも恒例です。自分で自分の首絞めるよね、うん、じゃあ私は大丈夫です。
はい、私も大丈夫でございます。台本開きます。はい、はい、大丈夫です。それじゃあ、はい、もう普通に最初から喋り始めてください。はい、はい、はい、いきます。3、2、1。はあ、じゃあ飲んでください。何が入ってるんですか。お話コーナーでございます。アロエコヨーグルトに何が入ってるんですか。バルサミコ酢、オリーブオイル、カッコン糖、シナモン、シナモン、だしの素、青汁が入ったスペシャルドリンクです。これね、ちょっとラジオだけ聞いてる方は仮定が分かんなかったと思いますけど、なんか最近罰ゲームぬるいよねとかなんとか言って、局長がもうすごいことをやりました。はい。はい。じゃあ、ちょっと、あ、その前にこれ私さっきやった、あ、これ19、あ、はい。さっきもらった、もらったじゃないですか。何もらったの？じゃあ一番3着って書いてある。なんかみんなに。いやー、やった。じゃあ俺3着ありがとう。2着。メアリー美顔器もらったよ。あ、私プチゲルマローラーもらいました。テフテフから公園に向けて美しくなってください。やったー。ありがとうございます。ナノプラチナエステローラー。これの大きいやつじゃない。いいやつよ。私それにちっちゃいのもらいました。これ何ですか。顔ゴロゴロってするの。私もビバンキ ビガンキで、はい、これテフテフありがとう。で、私が個人的に入れた罰ゲームをちょっと読んでください。あ、わかりました。あ、はい、メアリーになりきって読んでいただきます。はい、わかりました。はい、じゃあいきます。219。お兄ちゃん、みんなで舞台見に来てね。約束だよ。ヘク。まあこの格好をするきっかけになったのが僕の兄貴のせいだったんで、個人的にこういういたずらを入れとこうかなっていうのを。はい。キモい。はい、じゃあもうヨーグルトではないものを食べます。はい。じゃあどうぞ。じゃあ新年の抱負でも。はい。新年の抱負か。はい、俺のバイト先の先輩がいつも言ってる言葉がすごい好きで。はい。今年も現状維持でいきたいと思います。現状維持って。現状維持。現状維持。何を維持したいの？すべてを現状。何ですかこれ？なんかもうすべてを現状維持。あ、でも。何ですかね。やっぱり次回公演は頑張っていきたい。しょっぱいし、なんかもうマスタードライバーするし、なんかもう、なんか何ですかこれ、シナモン大嫌いなんですよ。私食べ物解説係になってるんで、本当にとりあえず一口いただこうかと思う。アロエがくっついてくるよ。いきます、いただきます。うわおおっと、座長まで来たね。うわ、皆さん、私が飲む姿はぜひ皆さん見れるように動画で撮りますんで、最初に来るのはバルサミコ酢です。で、多分ヨーグルトとかの感じがちょっとまったりと乳製品のなんかマヨネーズみたいな感じになって、口の中に口中に広がります。そしてカッコン糖の薬剤っぽい香りが口の中に広がり、で最後にマスタードのピリッと感が。そう、なんでこんなマスタード主張してんの。私はマスタードよりもその薬剤感とマヨネーズ感が嫌です。うもう口の中なんか気持ち悪いです。多分だからヨーグルトの乳製品感と酢の感じで、マヨネーズっぽくなってるんだと思うんだけど。何、酢入れすぎた。油だ。オリーブオイルだ。あー、オリーブオイルだ。オイルだ。まったりとさせる。あー、もうで私アロエ行っちゃったんですよ。最悪です、ね、口の中にその疲れ切ったアロエが残って、もう、あ、もういいです、はい、ありがとう。あ、じゃあ、次回予告で僕が飲みますんで、はい、先に。私の抱負どうぞ。あ、じゃあその前に、じゃあ私からお年賀。ありがとうございます。お年賀です。年賀もらった。俺にも？はい。お年賀つって箱。ありがとう。わあ、うまい棒。詰め合わせありがとうございます。アメリア、ありがとう。ありがとう。これで、ケンのところに行ってくるわ。ありがとう。うん。わあ、食べるわ。はい。なんかすごい。うまい棒の詰め合わせを。うまい棒もらったのに、俺はなんてものを作ってしまったんだ。今年の抱負お願いします、シロさん。今年の抱負ですか？今年の抱負はですね、とりあえず、あ、ダメだ、口。まず、シロペで正解できるようになること。ああ、それ大事だね。もう大事ですよね。大事ですね。もうこういうのとか、目指せ、宇治原。もう本当に、いや、なんかもう、ピシって感じじゃないですか。ここでこぼさないでね。はい。ゲームね、怒られちゃう。はい。もう、で、あとは、なんかこう、
やっぱり、さっき現状維持って言ってたけど、うん、現状維持も大事だけど、一歩先進みたいね。うん、一歩先進みたい。一歩前、はい。一歩前行きたいです、はい。はい。それが私の今年の抱負でございます。自分的にってこと？はい、そう、自分的に。はい。自分的に。役者的に。はい。はい、なんかいろいろ一歩進みたいです。いろいろ一歩。はい。すべての面において頑張っていただきたい。うんうん、水飲まない。無理です。無理です。すいません、無理です。新年の抱負。そんな。はい。あ、よろずは、あれですよ。2月に公演やるじゃないですか。そうです。それ言わなくていいんですか。2月に公演やります。はい。そう。2月に公演やります。2月の頭です。今日私が来た理由はそれですよ。そうですよ。それを宣伝しないと。なんと。はい。メアリー。はい。主演です。そうなんです。メアリー。主演です。メアリー主演ですよ。そうだ、忘れてた。はい。私主演よ。看板女優になるの。はい。看板女優のメアリーが主演の舞台をやります。はい、やります。はい。2月にね。ごめんなさい。勘違いされると困るんで、メアリーは出てきませんけど、メアリーが主演です。わけわかんないです。はい。もうメアリーって名前にしちゃえばいいのにね。あ、芸名？うん。そうだね。うん、あ、口の中が気持ち悪い。なんか、どうぞどうぞ、どんどん。みんな元気なくなっちゃったね。もうこれ最悪だよ、この、すべてはこのアロエヨーグルト。これ、本気で、あの君最後に飲むって言ってたけど、うん、これ本当に生き死にかかってると思う。生き死にかかってる、ね、生死を落とした戦いだよこれ、うん、言っとくけど、まあ僕はやるって言ったらやる女なんで、あの舞台はメアリーだけじゃなくて私たちももちろん頑張ってますので、はい、ぜひぜひ皆さん2月の最初です、はい、見に来てください。最終日に来てくれた方はあのあれじゃないですか、あペテンのそうそう、あ商品も最終日に来なくてもあるんだけど、ペテンの商品をまたねプレゼントいたしますので、あのラジオ聞いてますとか言ってくれれば、はい、あの飲み会に行こうよ、ああ打ち上げでですね、打ち上げ行こうよ、はい、ぜひぜひカーテンコールなんかで、あのメアリーって声かけてくれたら私マックス袖から出てくるんで、あそうですね、はい、ラジオ聞いてるよって。本編中はさすがにメアリーでやったら神に殺されてしまうんで、ラジオ割、チケット代のラジオ割については、はい、来週なんだろうこれ言ってくれたらっていうのを発表します。ね、うん、なるほどね。はい、わかりました。なのでぜひぜひ、あの某番組みたいな感じに、はい、今回はちょっといろいろ考えてますので、はい、見てください。ぜひぜひ見に来てください。見に来てください。はい、ではではエンディング。はい、OK、7分20。長っ。やべえ、まあ1分半で収めろっていうエンディングだな。余裕だね。余裕だね。いやもう口もうこれバルサミコ酢とね絶対オリーブオイル、ね、みんなだって浮いてるもん。みんな聞いて、私が作った手料理食べれないっていうのアメリア、ひどくない？料理じゃねえし。今度お父様のパーティーでこれ食べていい？作ろうと思ったのに。どうぞ。チキンカレー味と、あ、シロさんいいこと思いついた。ピザ味。シロさんにこのアロエヨーグルトをうまい棒で吸ってもらおうぜ。局長がやるんでしょ？あなた使って局長がやるんでしょ？吸ってもらおうぜ。いただきまーす。局長がやるって聞いた。エビマヨ味。エビマヨマヨ、エビマヨ。うまっ！今の歌っちゃいけなかった気がする。ね、歌っちゃいけないんだよ。うん。ダメだよ。ダメだね。ポロって歌ったらダメだ。ポロって歌ったら。エリーゼのためになら大丈夫だからいいよ。エリーゼのためにってなんだ？あ、仕事終わり10時過ぎだけど間に合うかなって。打ち上げ多分それぐらいの時間から始まるんじゃないかなって思う。まあ、あと片付けとかあるからね。片付け終わってからなんで。それぐらいからだったら。シロさんの歌歌って。俺かな？去年はね。確かと思った。去年はね、秋葉原でやったんですよ、前回はね。打ち上げね。ああ、そうですね。秋葉原でやりました。ぜひぜひ。銀座なんで、うん、劇場がね、だから近いところで打ち上げやろうぜって。座金って、秋葉原近い？近いよ。銀座線で何駅かとか。まあ、あんまり。JR でも3駅ぐらい。なんか、いや。はい。そう、銀座にはね、飲み屋がね、高いところしかなくて、で、週末空いてないんですよね。ああ。そうですね。そろそろエンディングいきます。はい。はい。エンディング。はい、エンディングのお時
時間です。お時間でございます。ありがとうございました。なんかスゴロクとかグダグダでしたけど今回付き合っていただいてありがとうございました。今年もですねアルファ1のグダグダ番組を目指して、はい、いい意味でいい意味で、はい、頑張ってまいりますので、頑張ってまいりますので、はい、よろしくお願いします。うん、芸人っぽいとかよく言われる言われます、はい、え、芸人じゃなかったの、はい、あ、うんあ、うん、はい、役者なんです。役者なんです、はい、じゃあお願いします、はい、いつもの流れを、はい、いつもの流れ、はい、この番組ではチェロペディア内で白に答えてほしい質問疑問または番組のご意見ご感想などなど大募集しております。またオープニングエンディングのお題お題も大募集中でございます。私たちはそのお題をもとに詩や俳句標語その他もろもろ把握じゃない披露します。すべてのお便りをアルファさんのホームページ内投稿フォームにお送りいただくかよろずやアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いいたします。お願いします。もう一つお知らせです、はい、現在劇団よろずや本店では劇団員を大募集しております。最後のホカロンをモットーに年に2回の公演を目標に活動中です。はい、詳細はよろずや本店のホームページをご覧くださいまし。今年から、2月の頭、2、3、4、5で、銀座の誠シアター銀座さんで、はい、公演させていただきます。メアリーが主演だよ、はい、主演だよ、うん、見に来てください。はい、はいはい、それではですね最後に締めのことよろをお願いいたします。こんな感じで今年も全力疾走していきたいと思っております。よろずや本店そして在員一人一人の活動ともどもよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。やっぱり普通になりますよねこういうのね、うん、明けおめとかことよろとかね、うん、だってことよろだもん。そうね、最近この辺もぬるいなって思ってふざけてたらまずいじゃん、はい、ここはちょっと、ね、ことよろなのにここはちょっとねまずいよね、はい、明けおめとことよろはふざけてちゃまずいですよね。そんなわけで皆さん、はい、お別れの時間がやってまいりました。やってまいりました。はい、やってまいりました。今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは今回はこれにて閉幕。またのご来場をお待ちしております。またね、またね、今年もよろしく。もありますか。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お聞きいただきありがとうございます。ありがとうございます。うまい棒おいしい。こういうおいしいのあんじゃん。だから罰ゲームにおいしいものを入れてどうすんのっつう話ですよね皆さん。ね、おいしい。ね、だから罰ゲームは本来何なのかを、なんか本当すいません、本当にすいません、ウィキで調べればね、いいのにね。こんな風になると思わなかった。何が？いろいろ。何？お。ほら、今までの罰ゲームがぬるいのはよくわかるって言ってくれてるよ。ああ、まあまあぬるいっすよね。ぬるいでしょ。だから俺は昨日前回放送を見て、あ、ちょっと本気出そうかなって思って。ただ私が嫌いなものを入れてるだけだからね。それじゃあぬるいんだよ。ね。だから本当に意味わかんないものを混ぜた時に美味しかったら面白いじゃん。それはそれ。まあそうだ ね。ハーモニー的な感じでね。ハーモニー的な。はい。はい、それでは写真と映像の撮影になります。はい。はい。私とテフテフの慈愛が出てしまったってことでしょ。ああ、俺に優しさってないから。ね。黙。はあ。え、俺一気飲みすんの？え、お前やるって自分で言ったじゃん。すごい残ってるよ。あ、ごめん。あ、でもシナモンのいい香りする。シナモンがダメだからな。ザリガニかってなんだろう。ザリガニ、ザリガニっぽい匂い、うん、やった。これいろいろもらったの見せびらかそう。目からビーム。あ、真ん中どうぞ。え、なんで真ん中。なんでゲストだから。
あ、そうなの、うん、ゲスト真ん中なの、うん、なんかいつも真ん中だよ、うん、うちのうさぎ、じゃあ美顔器やってよ。え、なんかスイッチあるってことはさ、これスイッチ押したらなんか起きるの、何書いてあるんじゃない、横に見ないよ、ちゃんと。あ、電池入ってねえ。あ、そうなの、電池入れればなんかブイーンとかなるのかな。もらった、やべえ、すっげえ怖くなってきた。すごいよ、すごい、うん、すごい、すごいよこれ、本当にすごい。もうだってどなかなかドブ色だもん、うん、なかなかね、なんかね、匂いも味もなかなか、なかなかっていうかものすごいレベル。ちょっと試飲していい？いや、いいよ。いや、試飲したら絶対にできなくなると思うよ。だんだん分離していくんじゃない、これ。ん？あ？え？え？そう。そう。舌おかしいよ。嘘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 。お前と食事にだけはいけない。どうしよう。え、これ、え、何君たち、また大げさなリアクションしたんだよ。え、本気？まず、味モードが来るでしょ？で、その後、酸味とか来るじゃん。うん。なんかそれが味の素が最初に来たから、なんか、なんていうの、お好み焼きの層を食べてる気分になる。うわ、くそだ、こいつの舌。味オンチみたいです。どうしよう。いや、じゃあこれ嘘だと思う人、試してみてください。もらったよ。どうしよう。ね。これは、ちょっとね、意外といける。いけるって言ったら変だけど、あの二人みたいにそんなね、芸人みたいなオーバーリアクションするほどではないかな。だってこれ絶対食い続けたら胃にもったりきて、この後の稽古やばいみたいな。来るね。だからカッコン糖を入れた。カッコン糖、カッコン糖風邪だから。そう、もうもったりとかじゃないじゃん。どっちかっていうとこっちの方が。キャベジンで。液キャベ飲んで帰ろ。液キャベ飲んで帰ろ。はい、それじゃあ写真からいきまーす。はい、チーズ。はい、オッケー。はい。ありがとうございます。わーい。はい。ありがとうございます。よし。じゃあ、いただきますか。はい。じゃあ、いきまーす。大丈夫ですか？はい。お願いします。3、2、いき、いき、いき。皆さん、お待たせしました。こんな感じです。はい。はい、いただきます。ドブ色、ドブ色。いただきます。あ、もうやだ。無理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 まあこれぐらいの顔をしてこそ罰ゲームと言えるんではないでしょうか。あ、それを訴えたかったのね。はい、そうですね。だから白さんの顔は今までこんな顔じゃなかった、まあ、そうですね、はい、今日のは本気でしたね。本気でしたね。あ、もう想像して私まで意外ムカムカしてました。気持ち悪いですね。気持ち悪いです。手汗かいてるもん。あの、帰りに液やめ飲んで帰ります。はい、じゃあ皆さんまた、はい、また今年もよろしくお願いします。あ、舞台来てね、舞台来てね。イエイイエイ。はい、オッケー。ありがとうございます。あの、そこにすごい溜まってた、いろいろ。あ、ありがとうございます。液キャベとか、あ、液キャベじゃない、青汁とか溶けてなかった。皆さん、お待たせしました。こんな感じです。はい、いただきます。いただきます。
だからこの時は全然平気だった、うん、で最後に駆け込んだ時に変なものが入ってて、ひどい。いやわかった。おこれまだ肉のまつながってんだね、はい、きつかったです。きついですよこれ。もうこいつにはかな分食わせる罰ゲームじゃないと聞かないな。あ、俺にかな分食えってことか、うん、なるほどね。あのかな分はもう勝ってます、口の中に。あ、本当に。はい、なんで滑舌が悪いです、僕。意味がわからないですねそう、美をね追求したね商品なのはね、あの役者だから美しさをって、女の子だからに決まってるでしょ。スクワットに健康ドリンク、体にいいかも。うん、体にいいかもね。あー、せやな、俺今日めっちゃスクワットしたな。あ、体にいいこといっぱいあったね。せやね、うん、座長かわいいです。ダチョウかわいいのよ、うちのダチョウ。うちのダチョウかわいいわよ。メアリーアップにならないでなんだそれ、なんだよそれ。俺じゃ不満か。ありがとうございます。え、俺よりダチョウがいいっていうのか。ダチョウがいいよね。ダチョウがいいよね。ダチョウがいい。あのね、昨日の前回の放送見て、誰が書いてんだろう。あれだね、制服っていいね。制服着てたじゃん。あ、当たり前だろうって言われた制服っていいよね。制服、ね、制服っていいよね。何の制服。あの前回放送で座長が制服着てたの見て、うん、ああやっぱり制服っていいなって思った。本当、うん、キモい。だ制服にはあんまり燃えない。あ、でも制服のブレザー着た時の制服いいよ、ね、ここのこのおっぱいのラインは好きです。は、白も可愛いよって。そうでしょ、白可愛いですよね。ここのおっぱいのラインは好きです。あのこうブレザー着た時、ね、ーセーラー服がいいよ。セーラー服って俺ここでは何遍も言ってるけど、あの海兵隊が溺れた時、座長制服。いや、そっちの制服じゃないでしょ座長制服すんの世界。メアリー出てくんなってひどいな、みんな本当は好きなくせにキモい。ちょっとメアリー、あ、ちょっとたくましい体で見えちゃった。もうメアリーそこで着替えちゃダメよって。 あ、はい、あ、そうだよそうだよそうよ。やばい、これなんか2ちゃんに生着替えがどうのこうのみたいなそうよ、バカにやってるね。あなたバカじゃないお前、これニコ生よ。危なかったね、普通にバン普通に着替えちゃった。イエーイ、ね、熱いっす、熱い、脱ごう、熱いです、ね、ちょっとスカートも脱いでいいかな。キモすぎるから、暑かったっすよ。キモすぎるから見せちゃダメよ。見せちゃダメだって。ウサギですよ。尻尾ついてるんですよ、ここに。局長これ持ってく？尻尾？これ。尻尾？袋持ってかない。いや違う、そのビガンキー入れて。ああ、ありがとう。4つ持ってるならいいけど。じゃあカバンあるってあるんだけどね。じゃあ今年もよろしくお願いします。とにかく2月に舞台頑張りますんで。お兄ちゃん見に来てね。見に来てね。